はい、渡辺真史です。今回も DLC 第1弾サボタージュの今回はネオンをプレイしたいと思います。今回これ使っていくんでね、エラードサイクロピンエピックね。今回チームデスマッチでマップはネオンになります。あ、今からか。よっしゃ、今回松井ジュリナでエラードサイクロピンエピック&マークで頑張ってみたいと思います。このマップもすでにあのボット相手にプレイ済みなんだけどね、 YouTube にアップしてんだけど、初見プレイということで対人間でやるのは今回が初めてなんで初見プレイになります。このマップとっても面白い。2キル敵さん強いね、やるね。あのドミニオン今回 DLC 第1弾サボタージュで最後のマップなんだけど、プレイするのはあのでドミニオン、アシストか、これドミニオンルネサンスエラ、あのノワールは全てキルコンファームドでやったんで、今回のこのネオンもキルコンファームドをやりたかったんだけど、ちょっとこれラグいな、これとっても。キルコンの方がキルは稼げるんだよね結構。このマップとっても人気あるんでね、面白いでしょ一番人気あると思うんだよこのマップ。このマップだけ2試合取っていくかな。これ30kg ぐらいちょっとやりたいな、このマップ。このマップでこのマップだけチームデスマッチとキルコンファームを取ろうかな。これこのマップちょっと多めに取っていくんだよね俺。こうやって行けば裏取りできるんじゃないのこれ。こうやって遠回りのルート、ちょっとリアクティブアーマーで、よしよし。面白いでしょこれ、倒したらなんかパズルみたいになって、なんていうの、積み木みたいに崩れちゃうんで、これ面白いな。このマップをとっても気に入った。あれ敵がちょっと見当たらん。バカーミ何キロやってんだ。11キルラグいんだよなこれ。こっちこのロビーな、ラグでしょ、おかしいでしょこれ。ホストが悪いんだよこれ、接続状況が。このマップとっても面白いよ。うん、一番人気あるよこれ、このマップ。アシストか、12キル。ちょっともうちょっとキルしていきたいな。このマップはね、どの武器でもいけるんでね、これ多分あの狭いんで、構造的に。ラグいな、めちゃくちゃ。これ中にいないか、これ結構室内も多いんで面白いな。相手って このマップ、このサイクロピン、エラードサイクロピン取ってまうんだよね、これ。持ってる方は試してみてはいかがでしょうか。あと半分。ちょっと、つぶき拾っとく、これ。スカラボオンラインで。
よっしゃ、17キロ悪くはないですね。ドローンパッケージもたまったんでね。あ、俺やられたのか。よしよし、あと1キルだったな。ちょっとドローンパッケージ、ちょっとあ、これいけないのこれ。あ、なね、これドローンパッケージ出してるとき必ず死ぬわ、これ珍しいよ、これ。ソア、オッケーオッケー。ソアちょっとやってみよう。これちょっと時間かかるんだよな、これ。あまりキルできないんだよ、これ。ちょっとなんかいまいちなんだよ、これ。使えないんだよ、これ。あんまりこれ敵が中に行くとね、建物内に入ると倒せないんだよ、これ。何キロだ今これ。60。ね、避難数でしょ、これ。これ使えないわ、これ。ちょっと、いや、終了できないの、これ。ああ、あ、キルできた。結構圧勝してるね。これやり方がちょっとね、難しいんだよ、これ。まあ、20キロやってるね。ちょっともうちょっとキルしたいな。どの辺にいる、これ。左だな、これ。あ、分かった分かった。これ中にいますな、これ。あ、こっち側か。ちょっと複雑な構造なんで、これ裏取りを。ダメだ。ちょっとこれ2試合取ろうかな。キルコンも取るんだよ、これ。はい、で、あ、タイタンスカウトか。これも強いみたいね、これね。敵さんどちら。今回のロビーも結構いけるな、これ。面白いな。22キル。ちょっと、もうちょっとキルを伸ばしたいな。できたらね、ファイナルキルもちょっと行きたいね、これ。ちょっと、キルが伸びなくなってるな、これ。イモってる。さっきの俺がソア出したからかな、これ。どうじゃ。25キロ、30キロ行きたいな、これ。どうせなら、あ、敵か、これ。このエラードサイクロピンとっても強いでしょ、これ。上じゃない、これ。面白い。30キロいかないな。ファイナルキルちょっと取りたかったんだけどね。ファイナルキル俺にお願いします。よっしゃ、ファイナルキルだぜ。やったぜ。申し分ない。やりました。強いでしょ、エラーサイクロピン。お、ウィナーサークルで1位だぞ。申し分ない。超圧ピンポイント攻撃、エーペックス。やったぜ。
ということでね。お、暗号、あ、キー11溜まってる。うん、プレミアさんありがとうございました。今回の成績が、あ、これね、今ね、あともうちょいで41ね。キー11溜まってる。ミッションはちょっと失敗で。で、今回の成績は、あと2キルだったな、30キルまでな。うん、今回の成績は28キル27です、比率1、あ、28キル27ですのプラス3の比率 1.04、アシスト4で、スコア2725でした。面白かったな。ウィーナーサークルの1にも慣れて。今回、ネオンのチームデスマッチで、エラード、サイクロピン&マークでプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。